今度はですね、日本語の発想から英語の一つだけサンプルを今日やります。今日はね、サンプルなので、これを絶対にやりたいと思います。で、これはですね、最初に完全な日本語を皆さんに言いますので、それから英語の発想になるというようなものです。ですから、最初日本語のフルセンテンスを聞いて、次に英語のフルセンテンスを言えるかどうか。そしてもし、それで困ったりしたら、今度は英語の発想に切り替えますから、日本語の先ほどの活躍力を聞いたら英語を言う。日本語、英語、日本語、英語、日本語、英語。で、これ今度倍速に日本語、英語、日本語、英語、日本語、英語と頑張ってもらいます。で、その日本語、英語と切り替えるときに、ちょっと待ったのポーズを入れてます。私の書籍はですね、尺の関係でそれ入れられないんですよ。で、今度はちょっと皆さんにちょっと喋ってもらうチャンスを入れてますんで、そこに皆さんですね、英語をドンと、皆さん自分の考えね、言っていただきたいと思います。で、日本語、英語、日本語、英語で、言ってもらいます。で、最後にまた日本語のセンテンスをフルで聞いてまた待ちますから、そこで英語のフルセンテンスが言えるかと、ね、そしてその後英語のフルセンテンスを聞きますので言えるかというような、ちょっとねゲーム感覚でやってもらえればと思います。では、始めますが、まずですね、この動画始めますが、まず、一つだけね大事なことがあります。これからやる場合はストーリーがあって5ステップリスニングがあって、それを4ステップにしますから、唐突なものは出てこないです。ですから、5ステップで学んだものを定着させる意味もあります。ただ、今日はサンプルなんで、先ほどやったものとはまるっきり違う英語を用意してきました。なので、ぜひそれを聞いてみてください。では、見てみてください。それでは、よろしくお願いします。はい、では始めます。4-step speaking. First step.戸棚の中にあったクッキーはどこに行ったの？ Where are the cookies that were in the cupboard? Second step. どこにありますか？Where are? そのクッキーは The cookies. そしてそれはありました。That were. 戸棚の中に。In the cupboard. Third step. どこにありますか？ Where are? そのクッキーは The cookies. そしてそれはありました。That were. 戸棚の中に。In the cupboard. Fourth step.戸棚の中にあったクッキーはどこに行ったの？ Where are the cookies that were in the cupboard? はい、皆さんどうでした？ 4 step speaking。 ちょっとね、唐突な英語を出してしまいました。これはサンプルなので、どういうふうに考えるか、だと思います。でも結構日本語から英語って意外と簡単なようでね、日本語的発想から、英語的発想、これは、それほど簡単なことではないです、で、一番皆さんに覚えておいてもらいたいのは、英語は誰がどうしたっていうことがすごい大事なんですよ。よく英語って最初に大事なことを言う言語だと、フランクな言語だとかね言われてますが、ちょっとね僕の印象ちょっと違ってて、主語と動詞を言うんだよね。別に日本語って例えば先週何したのって言うか、 What did you do last weekend? って言われたら My daughter's concert とかね、最初言ったり多分答えるの発想で出てくると思うんです。目的語を先に。でも英語は I went to ね、 I went to とか、これが先に来るわけ。その後考えるわけ、どこ行ったかって、誰がどうしたとか、そっちが大事なんですよ。で、で、英語は結構周りくどく言うと丁寧だったり、日本語よりもすごい周りくどく丁寧な言葉もいっぱいあるんですね。で、それもこの講座でやりたいと思います。なので、皆さんですね、ぜひ、この、講座、ぜひ、ちょっとやってみてもらったらいいかなと思います。ぜひお願いします。これ楽しくやりますので、私今日いっぱい話してしまいましたが、これからもっとね、動画のレッスンをたくさんやります。それから、
それで身につくか身につかないか、そしていろんなね疑問とか悩みもあるかもしれないけど、どんどん書いてもらってね、それをどんどん私たちにぶつけていただければ、まあ、なるべくね答えるようにしたいと思います。いろいろねコメントいただいたりして、私も、非常に嬉しかったので、ぜひいろんな質問をしてください。そしてですね、英語っていうのは、まあ、英語の勉強っていうのは日本にいるとなかなかね難しい面もあるかもしれないですけど、継続してですねやっていただければと。そして決して日本語の発想にしないで英語で、勉強していくと。英語は英語で勉強するのが基本ですから、そこに日本語のアシストを入れていくというのが、私たちの考えです。なのでぜひそういうふうに考えてください。それではですね、今日はそろそろ、残念ながら時間になってしまいました。ちょっと私がね喋るのが多かったって言われるかもしれないですが、今度はこの2人もいろいろ皆さんにどんどん喋っていくと思います。また動画も多く投入していきます。もう動画この講座にたくさん用意してるんで、それをどんどん流していきますので、ぜひそれを掴んでいってください。まあ、英語皆さんがねこれ楽しくやりながら英語力をついて、そして英語力をつけてですね、その先の人生何か役に立っていただけたら私は一番嬉しいなといつも思っています。どうも本当に今日はご視聴ありがとうございました。私吉笠原、そして、日子川堀、そしてキャサリン・ジャクソンで、次回は自己紹介の仕方を英語でやるのから始めますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日はご視聴いただきましてありがとうございます。どうも失礼します。ありがとうございます。 See you next time. Thank you. Thank you. Bye. Bye.